戦場山の戦いは、1333年、後醍醐天皇を奉じた、法規国の武将である、縄長,長俊と鎌倉幕府軍との間で起こった、現行の乱における一連の戦いの一つ。戦場山は、現在の鳥取県東白郡琴浦城に位置する山である。現行の乱により、流罪とされていた、後醍醐天皇は、遊兵先の王妃を脱出し、 法規国名は似て、海運業を営んでいたとされる縄氏を、頼り縄の港にたどり着いた。これに応じた当時の縄長都は、戦場山にて挙兵、沖守護の佐々木清からの軍勢を撃退した。その結果、後醍醐天皇の復権が達成され、鎌倉幕府滅亡の大きな転換点となった。現行2年、小京元年、鎌倉幕府転覆計画を企てた。 五代醐天皇が捕らえられ、沖に流されると、沖守護の佐々木清高は、黒木御所に天皇一行を遊兵した。当時は、西日本を中心に、五代醐天皇の御子である、森吉親王を奉じた、楠木正重を筆頭に悪党と呼ばれる武士たちが、反爆不活動を続けていた。このような倒幕の機運が高まる、情勢下で、清高も勇士による、五代五天皇奪還を警戒し、 御所を厳しく監視していた。しかし、同年ウルー2月24日に、五代醐天皇は、沖からの脱出に成功する。出雲を目指すも、風により東に流され、隣国の宝棄国の縄の、港に漂着する。縄の地の地頭であった縄氏は漂着した、五代醐天皇を保護し、同年ウルー2月28日に、守りやすい戦場山にて挙兵した。 五代醐天皇を逃してしまった失態を犯した、お騎士後の佐々木清隆は、五代醐天皇を奪還するために手勢を引いて、戦場山に攻め寄せた。法規国の古賀茂や赤洲や氏らも、佐々木清隆に応じて、手勢を引いて参陣した。一方、五代醐天皇側には、大仙寺が援軍に駆けつけ、別当であった、名は長都市の弟の品の坊元姓も、総兵を引き連れて、 戦場山へ救援へ向かった。戦場山にこもる名は長年脇に四五百もの旗をくくりつけ自軍を大軍であるかのように見せかけ、時折矢を放っては幕府軍を牽制した。同年うる二月二十九日より幕府軍は攻勢を仕掛けたが、指揮官の一人である佐々木正綱は右目に矢が当たり戦士。さらに、絡めて側の佐々木帝僧らが降伏。 その方を知らず佐々木清高率いる本軍は、戦場山を攻め上がるも、遊国の暴風雨に乗じた、明和軍の襲撃に混乱し、多数の兵が戦場山の断崖絶壁から落ちるなどの被害が出て、佐々木清高は命からがら小波城へと逃げ帰った。この幕府方の敗北を受け、小詰めで、出雲国内にいた佐々木氏の一族の富士名実な、縁屋高さだらが、 天皇法へ寝返るなど幕府軍は混乱を極めた。一方の五代醐天皇は戦いの後に戦場山に暗宮を設置し、ここから倒幕の臨時を発した。太平記によれば、同年3月3日の午後より近隣の諸将が徐々に天皇方に馳せ参じたとある。この頃より天皇方は後世へ転じ、同日に佐々木清鷹の拠点である小波城を、 長年の弟の名は甲子らが攻略。続いて、宝器守五代である、か谷重行の居城である、中山城を攻略し、佐々木清鷹とか谷重行は、京都へと撤退した。その後に、小鴨氏の居城である小鴨城を攻撃し、小鴨元行らを降伏させるなど、一体の幕府勢力を駆逐した。五代醐天皇の復帰と挙兵を知った鎌倉幕府は、 千条山の討伐部隊の援軍にと山陽道からは、名古屋高家、山陰道からは、足利高氏を送った。しかし、名古屋高家は赤松の利村に討ち取られ、足利高氏は反旗を翻し、六原を攻め滅ぼした。京都へと逃れた佐々木清高とカ谷重幸は、同年5月9日に、大見万馬の連下寺にて、六原丹大法上のカと共に自害した。 これにより、戦場三討伐の幕府軍は完全に崩壊し、同年5月23日、後醍醐天皇は帰落することとなった。ありがとうございます。